幸せのテスト。幸せ度の成績。人は、幸せになるために生まれてきました。だから、人生という今世を学校に例えると、幸せという、最大の科目があるのです。どのくらい幸せになるか?の科目です。そして、幸せ科目のテストが今日もあります。この科目で良い成績を収める必要があるのです。今日、幸せという言葉を何回言えるか?命があるから幸せ。体があるから幸せ。家族がいるから幸せ。友達がいるから幸せ。仕事があるから幸せ。自然があるから幸せ。地球があるから幸せ。幸せと言いたくなることは無限にあります。幸せと言うと、その幸せがもう一度やってくるという法則があります。これは方法論ではなく義務なのですよ。今日、幸せという言葉を何回言えるかが、課題です。幸せは権利じゃなくて義務です。では、今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。YouTube は、あなたが無料で広告できる最高の集客媒体になることをご存知ですか?そうなんです。無料でできる最高の広告媒体になるんです。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっと、あなたに幸運が訪れますよ。